じゃん。エチオピアの首都アディスアベバ。いや初めて来た町だからちょっとよく分かんないんだけど、まだ着いたばっかり。今日ねこの町あのお祭りなんですよ。マスケル祭っていう、なんならこの国一番のお祭りがあるんで、ちょっとそれを今見に行ってきます。でこうやってね、普段はここも車が通ってるはずなんだけど通行規制が入ってます。あのキリストの十字架、あの貼り付けに関わるお祭りなんですね。でそういうこともあってこういう、わかるかな、街中で結構こういうね貼り付け、これはまあ貼り付けをモチーフにしたものだと思うんだけど、そういうのが目につきます。ただね今日ねちょっとね天気悪い、ずっと雨も降ってて寒いし、すごいもう二重三重のチェック、セキュリティチェック。多分これがセレモニーの、まあ、一番重要な、なんかモニュメントなんだろうね。この辺りにね、みんなも続々と人が集まってきてる。こうやってこうずらりと皆さん並んでます。どうやらこの辺がフェスティバルの会場になるみたい。みんなもうゾロ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 集まってきてて、場所取りとかしてる。ちょっとでもね、どういうセレモニーがあるのかいまいちよく俺分かってなくて、どういう場所に座ればいいのかも分かってない。なんかこんなのもらった。Here representing the Orthodox Church that to show our colorful faith. Yeah.
ዓመት ያድርስልን አገልግላችሁ በሰላም አልፈዋልና እንኳን ደስ አላችሁ።